という我々もですね、第1回目から参加させていただいてですね、本年で32回目という形になります。これからですね、今日一日合衆音頭並びに河内音頭織り交ぜて音頭を取らせていただきますので、まだまだ拙い音頭でございますが、一生懸命取らせていただきますので、一つ踊り子さんよろしくお願いいたします。これからおはよう、おいやせのこれか明け声よ。空よいとよいと赤の恋さのせ。あ、春は花、夏たち花や、秋は菊、冬は水仙。松椿丸山公園嵐山立つたもみじやのだの富士四季の草木変われども愛も変わらず皆様を下座に眺めて私はこれだけ講座でありますけれど、これは音楽の下技がゆえいえいえいえ芸術はごめんをこむりて寝ごっておいてはこれからは伺い述べますよ。見物はあれやこれやと思えども何を起心作は気まがえず、いっとぞまた古くはそらえど、そらよいとよいやまたどこいさのせ。あふるい中にもすたりなき、今が世にまで何残る。皆様方もご存知の富士の夜嵐そが物語、いい一万丸に箱を丸いえいえいえ父の敵を討つがため、空よいとよいやまたよどこいさのせ。あ富士を見上げて十と八年、関南新区に身をたえて、オミクロの遺跡よこれじゃあからとて、皆様へいいことや細こには参らんけれど、いえいえいえい、これよりぼつぼつとまこえんたてまつるあいな。初段の真筆はじ
とさんなあかでわけわからねとおいえいえいえ一生懸命これずっとめます空よいんどよいやはかのこいさんのあたまなわの天のおひろま控えられたるよりと思うこあまた大名のいる中で梶原源太を呼び寄せてかねて噂に聞き及ぶ嘘が中村の兄弟よおいえいえいえい連れて参れのご命令君命なればこれぜひもなく空よいのよやまたのこいさんのねあそうが中村へと参られて助けの不満こうなだめつつ哀れ二人の兄弟よ名は打ちいたして中村を後に眺めてが枕の空よいとよいやまたのこいさのせあおのが屋敷に立ち戻るその世は二人の子供らを次の間にと休ませる二人の様子を見る流れば兄は弟いたわりつ幼けれども箱を丸いえいえいえい兄の教えをそのままに守るも糸ぞけ投げなる空よいとよいやまたのこいさんあああすはいよいよ引き出され夕日が浜辺の荒波と共に消えゆく我が命立つ鳥役が来たなれば未練な振る舞いなきように西に向いてこら手を合わすお空よいとよいやまたのこいさああ涙ぶつったとないよと言って聞かせば困る西はどちらでござります問われて一万なぜたまらろ西の方は指を探し最後は冗談はのあたり空よいんだよい山かのこいさのねあ忘れたまうなおったったった言われて箱を涙ぐみ必ず忘れはいたさねえどしかし家ながらがもう兄上様よ恩を失する我ら我がが人はあねどいえいえいえ後に残り石かかさまやまたやしないのこらちいちうえにあ空よいんだよいやまたのこいさのねあなんの報いもいたさずに死んでゆくみの親不孝まだそれのみかあの憎き父の恩は敵
すけすねがんこの世の中でぬくぬくと生きながらえていること私はキャシュゴザリマンアス空よりと夜やまたどこいさのせあんげにも頭よったったった一万丸に箱丸兄弟しっかり抱き合いわあとは泣けずにさめざめとレレレやレレレやレレレやレレレ泣き明かしたある朝まだ来ぬいかに主君の名器じゃとて空よりと夜山かどこいさのせあかかる意地なし幼子はむざむざ切っては捨てられぬ幾多の森の大きい道で先駆けいたしいた法名に帰って二人の胃の落ち恋いたしてやらねばがこの者の家へ道に背くと影すえは空よりと夜山かどこいさのせあてに中継を携えて手法を払って堂々と玉名は御殿に出てまいりよりともこの前で命が呼ばいたします空よりと夜山かどこいさのせあさてはこの番の皆様へまだもまだもっと思えどもちょうど時間となりました大きき苦しい基礎の中をようこそご辛抱どなたもくださったあいえいえいえい講座ながらであるけれど熱く御礼申し上げお後のやいなおとちょいとか